綺麗に合わせていきました。16歳とは思えないその手首ちゃんぶり。ガファーラがまず後ろから若干ですがポイントを取っていきました。万全なるビタビタというところまでは入りきれませんでしたけれども、それでもアドバンテージは笠原将暉赤いマシンということになります。さあ入れ替えの2本目だ。アドバンテージを取った笠原が前、後ろから取り返し、マシンを止めてしまいました。これは勝負ありです。若さ炸裂という形のこの勝負、大きなるミスが出ることもありますが、ものすごいプレーを見せることもある。さあということでベスト8の100位でセミファイナルに進出したのは